この動画では機体側の動作不良についてその原因と対処法を紹介します。なお不具合が直らずパーツを交換しなければならないときはゼロ戦のホームページのよくある質問の中に記載されていますのでご確認ください。まず機体下側についている増装タンク爆弾を取り外します。次にエンジンカウルを外しエンジン上のカバーを外しエンジンを機体から外します。ここは電源の供給はピンジャックになっているので折り曲げないように慎重に取り外してください。取り外したらバッテリーを直接接続してプロペラが回転するか確認します。もしここでプロペラが回転しない場合はピンジャックのソケットが奥までしっかりはまっているか、またエンジン側のピンジャックが手前にしっかり固定されているか確認してください。それでも回転しないときはモーターの不良になりますのでモーターの交換になりますが、エンジンを分解しなければならないのでエンジンの組み立てパーツも必要になります。次の動作確認作業は機体を一度分解しないといけないので動画を確認しながら外板をばらしていきます。まず主翼パネル2箇所を外し止めてあるネジをそれぞれ外します。次に翼端側からドライバーなどを差し込んで慎重に外していきます。まず尾翼前にある機体パネルを外しておき水平尾翼の上部外板を外します。下側もインナーフレームから外します。ここは接着されているので注意してください。続けてフェアイングを後方にずらし機体から外します。
外れたら尾翼前のネジとフェアリングで隠れていたネジ2本を外します。続けて機体上部パネルを外します。次にアンテナとキャノピー部分をすべて外します。次に機体前方のエンジンフレームカバーの左右のネジを外し、キャブレーターと空気取り入れ口も取り外したら、フレームカバーを機体から外します。次に胴体の左側面を留めているネジを外し、さらに下にある空気取り入れ口も外します。次に機体裏側の胴体下面外反パネルを外します。最後に垂直安定板外板を外します。これで胴体左外板を外す準備が整いましたので、外板を慎重に少しずつ機体から外していきます。メイン基板にアクセスするには右の胴体外板も外さなくてはいけないので、左側と同じ要領で主翼外板胴体を外します。
主翼、外板、胴体が外れたら左右の外板フレームを止めているネジ4本を外し、左右の外板フレームを外します。機体外板がすべて外れたので、これからいろいろな部分の動作テストをしていきます。この時のテストは台座に乗せた状態でも、また外した状態でも、どちらでも構いません。またすべての箇所のテストではないので、コネクター表を確認してご自分の機体の不具合を確認して作業してください。最初にプロペラの回転を確認します。単体でテストした時は回ったのに、機体に取り付けてテストしたら回らない時は、機体にエンジンを奥までしっかり差し込み、基板から A のコネクターを外し、バッテリーのコネクターに直接つなぎ、回転するかテストします。もしここで動作しない時は、コネクターに問題があるか、コクピット下でケーブルが断線しているかもしれませんので、コクピットを外して点検します。次に台座に乗せてテストしても何も動作しないときは、後部のコネクターのケーブルが外れていたり、台座の昇降装置のコネクターが正しく接続されているか、また断線していないか確認します。次に補助翼のテストをします。 H1 のコネクターを基板から外し、テスターのステアリング、エンジンと書かれているサーボモーター用の3ピンのコネクターに接続して、ローテイトボタンを押し動きをテストし、ゼロボタンを押してニュートラル位置に戻します。左右均等に動かない場合は、ここで改めて調整します。ラダーも同じ要領で H2 のコネクターを外して、サーボモーター用のコネクターに接続して動作を確認してください。次にH3 のコネクターを外し、テスターに接続し、昇降舵のテストをします。次に離陸してから、その後着陸ボタンを押すと、フラップ、主脚、ビリンが出て、着陸するとフラップは元に戻ります。
不具合があるときはフラップのテストをしますが、サーボモーターを使用していないのでそのままではテスターでの動作の確認ができません。よってモーターが不良かどうかテストする場合は F3 のコネクターを外し、さらにモーター本体を機体から外し、テスターのモーター1のコネクターに接続して回転するか確認してください。回転する場合は必ずフラップが上がった状態にしてモーターを差し込み再度テストします。もしモーターが破損している場合は交換が必要です。次に機体を台座に戻し尾脚のテストをします。全く動かない場合はモーターを外して不良かどうか確認しますが、少し動く場合は機体後部の尾灯のケーブルが干渉していますので、その部分をよく確認してください。次にコクピット上部に取り付けた 7.7 ミリ機銃の LED が点灯するか確認します。 Q と書かれたコネクターを外しテスターの LED1 に差し込み点灯するか確認します。ここは機銃本体に LED の端子部分を曲げて入れているので、その作業の時にハンダが外れ断線する場合がありますので、断線していたら機銃本体のパーツと LED を交換してください。次に主脚と20ミリ機銃のテストをします。ここは主翼裏の外板を外す必要があるので、動画の赤い印の部分のネジを外します。ネジが外れたら下面の外板を外し、コントロール基板から F1 のケーブルを外しておきます。そうしたら機体を裏に返し、主脚のギアボックスのプレートを外し、さらに中央のギアを外します。ここでギアがきちんと噛み合っているか確認してください。次に外しておいた F1 のコネクターをテスト基板のモーター1に差し込み、スイッチを入れ
モーターが回転するか確認します。モーターが回転しない場合は交換します。次に20ミリ機銃のテストをします。 E1 のコネクターを外し、機体を裏に返し、外したコネクターをテスト基板の LED1 に差し込み、スイッチを入れ、点灯するか確認してください。もし点灯しない場合は、機体から機銃を外し、ここも LED の端子を曲げているのでケーブルが外れて断線していないか確認してください。以上、代表的な箇所の不具合の対処法を紹介しましたが、多くの原因はケーブルの断線が多いのでよく確認してください。また全てテストしても不具合が治らない場合は、機体側のメイン基板の不良が考えられますので交換してください。最後に、主翼上部外板を外すと日の丸のデカールが破れてしまうので、予備のデカールを貼り直します。剥がすときは濡れたティッシュを置き、お湯をかけるかドライヤーで少し温めてから剥がすと、きれいに剥がすことができます。なお、どうしても不具合が治らない場合は、ご自分の不具合箇所を確かめて、必要なパーツがある場合は、その号数をホームページのよくある質問の中の921でご案内していますので、お申し込みください。アシェット。